釧路へ向かいます。天気もね、よく、今は朝の6時ちょうどっていうところですかね。北海道は北にあります。江差町、カニで有名なあの江差でございます。なんかあれかなんだけど、ゴールデンウィークっていうこともあって、道路がね、どういう風になるのかちょっとわかんないんですが、多分ね、あっちこっちで小銭稼ぎやってんでしょうけど、まあ、安全に向かいます。はい、ホームに入りました。はい、こちらはオコペでございます。休憩がてら道の駅、優別ですか。何がすごいってね、このゴールデンウィークのこの時期に道路のこの両端にね咲くこの桜がね、もう素晴らしく綺麗でございました。走行しているうちに阿寒に突入だ。阿寒といえばマリモ、そしてアイヌボタン、寄り道をしてしまいました。自分ね、ここを来るのは初めてでございまして、どういうあれなのかなちょっと気になってね、行くついでにちょっと立ち寄らさせていただきました。いやー、こちらもね、ゆっくり観光できたらいいなーって。
で並んでるお土産屋さんもおしゃれな感じでね、とても気になりまして、途中でね U ターンして並んでるお土産屋さんもう一回ちょっとねこう通って見ながら、ちょっと寄ってみたいっていうのがありましてですね、車を駐車場に停めて、こちらのお土産屋さんの方歩いてですね来て、いろいろ買っちゃいました。うん、釧路まで60キロ、阿寒市街地まで29。はい、勇気と合流しました。前の車がそうです。途中のね、セイコーマートで合流しまして、これから勇気の家に、勇気の家に着いた後にこれにチャレンジ、前回動画をご覧ください。あ、どうも、うっす、どうすか、痛い痛いそうです、みたい。まあ、あれ一本飲んでしまったら間違いなく死にますね。あれはやばいよ。やばいよね。2年ぶりですか。そうですね。久しぶりにお会いしました。ということで、これからあれだね。皆さんもまた。では今日はありがとうございます。色が変わるの。ハイボールでございます。お久しぶりの。乾杯を。はい、乾杯。ローストビーフ。いただきます。最高だね、このタイのバランスいい、ここまで味出せるってすごいですよ。食べていっぱい、あー美味しい。阿寒モルト牛、ぜひ皆様もご賞味あれ。すごいね。